もう冷めきっている私。冷静に突き放しました。私は同い年の夫と結婚して5年。子供はいないが夫婦それなりに仲良く暮らしていた。夫とは共通の知り合いがいて、キャンプ好きが集まった時に初めて出会った。同い年ということもあり、同世代あるあるで話が弾み、なんとなく一緒にいて落ち着くなと感じ、交際がスタート。それから1年ほど付き合って結婚し、今に至る。夫も私も会社員の共働きで、生活は安定しているが、夫はなかなか昇進せず、出会った頃から役職は変わらなかった。私の方がどんどん昇進して、いつの間にか給料は私の方が追い抜いていたぐらいだ。夫はそれを気にして負い目に感じているのか、家事を率先してやってくれたり、私を気遣って肩を揉んでくれたりなどしてくれて、これはこれでいいなとは思っていた。まあ、少し頼りないけどね。もっと出世する方へ頑張れよと思ったのも事実。そんな感じでバランスよく、夫婦生活を過ごしていたのだが、ある日の晩ご飯の時、夫がいきなり、僕、専業主婦になろうかな、と言い出した。私は最初戸惑った。どうしたの？今の仕事が嫌なの？夫は少しためらいがちに実は、と言って義父の腰が悪く、介護が必要だということを説明した。そうだったんだ。だから、僕が専業主婦になってサポートしてあげたいんだ。そういう事情ならいいよ。本当、ありがとう。じゃあ両親にいつこっちに来れるか連絡するね。え、どういうこと？いや、介護を認めてくれるってことは引き取り同居してもいいってことだよね。私は耳を疑った。そんなことは言っていない。どうすればそう解釈できるのか。いやいや、介護を認めたのは、あなたが日中に義実家に出向いて介護をするっていう意味だと思ったからだよ。それにお母さんだって一応サポートはできるんでしょ。それならわざわざ家で一緒に住まなくてもいいんじゃない。それに義実家って自営業だったでしょ。それなら。私が喋り終わる前に夫はいきなり激高し、なんだよ、ぬか喜びさせやがって、と言って箸を私に投げつけてきた。いた。箸の一本が私の額に当たった。夫は箸が当たったことなんて気にせず、もういいよ、お前がそんな非情なやつだとは思わなかった、この家から出ていけ、と叫んだ。ありえない。夫のこの態度は私の夫への愛情を一気に冷まさせるには十分すぎるほどだった。私は濡らしたタオルを額に当てながら冷静に、あなた忘れているようだけど、この家は私の父が所有してるのよ。だから出ていくとしたらあなたの方なんだけど、と言ってやった。すると夫ははっと思い出したかのように、ごめん、さっきの出て行けっていう言葉は撤回する。いや、むしろいさせてください。僕の親は本当に困っているんだ。僕が一緒に住んでサポートしてあげないとダメなんだ、と言った。じゃあもう実家帰れば。私はもう離婚したいとさえ思っているよ。私がそう言い返すと、夫は突然泣き出した。そんなこと言わないでくれよ。僕には君しかいないんだ。君の助けが必要なんだ。そう思ってるなら普通箸なんて投げつけないよね。本当に悪かった、ごめん。それより僕の父の具合がどれだけ悪いかを見てから判断してほしい。僕には君しか頼れる人がいないんだ。だから離婚はしたくない。ずっとこの調子で離婚はしたくないの一点張り。しまいには今週末に義両親を連れてくるから話をしてほしいとまで言う始末。仕方がないので私は会うことを了承し、そこで絶対に離婚を認めさせようと心に誓った。夫とはもう顔を合わせたくなかったので、私は両親に事情を説明し、今週末に義両親と会うまで実家に帰省することに。まあ普通実家に帰るのは夫の方だろうと思ったが、
私が何を言っても君しかいないから離れたくない」の下りに落としてくるので、こっちが折れて一旦実家に避難することにした。実家にいる時も夫からは鬼のようにラインが来ていた。君の手料理が食べられないのが寂しい。君が一緒にいないと僕の人生はこんなにもつまらないものだったのか。一生かけて謝るから、また今まで通りに戻ってほしい。君なら僕の両親ともうまくやれる。家族が助け合い、幸せな生活を送る姿は容易に想像できる。僕には君しかいない。などなど、とにかく面倒くさい。ほんと自分のことしか考えてないんだな。私は全部のラインを無視した。そして当日、私は両親を連れて私の家へと向かった。普通なら向こうがこちらに来るべき。いや、そもそも私の父が所有する家に私ではなく夫の方が居座っている状況がおかしい。そんなことに腹が立ちながら車を走らせる。家に着くと義両親もすでに家にいた。いらっしゃい。いや、ここはあんたの家じゃない。夫は私の後ろに両親が来ていたことに気づき動揺した。あれ、お父さんたちも来たんですね。私が所有する家に来ちゃ悪いのか。いえ、もちろんそんなことはありません。約5日ぶりに我が家に入る。やっぱり落ち着く。今お茶入れますね。嫌だから、違うって。あんたらの家じゃないんだよ。心で突っ込みながら、早速本題に入るため私たち親子は食卓に座った。義父は「あいたた」と言って腰を痛そうにしながら、とてもゆっくりと歩きながら椅子に座った。夫は何かに訴えかけるように、まるで悲劇のヒロインのように私だけを見ながら、いかに父親の状態が大変かを熱弁した。君も見たろ、父さんはこのように本当に辛い状況なんだ。僕がサポートしてあげなければいけない。だけど会社を辞めるとなると収入がなくなってしまう。僕は絶対に家事の手を抜いたりしないし、なんなら母さんも料理を作ってくれると言っている。君が仕事だけに集中できる環境を作れて、僕たちは父さんの介護に専念できる。これこそウィンウィンの関係じゃないか。私は思わず鼻で笑ってしまった。結局自分のことしか考えてないんだね。私の気持ちは全く無視。というか、その言い方だと私はただお金を稼いでくる ATM 代わりじゃん。いや、そんなつもりは。そういう言い方になってるの。あと、お父さんの介護が原因だとか言っているけど、同居したい理由は別にあるでしょ。夫と義両親の顔が引きつる。何のことだい。ここで私の父親が口を開く。娘から話を聞いてから、いろいろと調べさせてもらいました。〇〇さん、あなた多額の借金を背負っていますね。そして店を畳んで今住んでいる家を売り払わないと借金を返せない状況ですよね。なぜそれを。どうやって調べたかなんてどうだっていいんです。それよりも嘘をついて私の娘に取り入ろうとした。それが問題なのです。家を失った両親がかわいそうだから、あなたは適当な嘘をついて自分が専業主婦になり、親の介護という建前で引き取り同居を計画したわけでしょ。夫は図星だったようで目が泳いでいた。しかし、まだあの手法が効くと思っていたのか。そう、それもあるが、本当に君を愛しているんだ。一緒にいたいけど仕事の邪魔をしたくないからこそ、このような提案になってしまったんだ。君への気持ちは嘘じゃないと言い出した。もう冷めきっている私、冷静に突き放しました。本当に愛してるなら、まず箸なんて投げてこないよね。目に入ってたら失明したかもしれないよ。そうなったら罪に問われてたよ。それに同居はできないって私が言った瞬間に、それなら出てけって言ったよね。あれ、もしこの家があなたの所有のものだったら本当に追い出してたってことだよね。それでも愛がどうたらとか言えるの。そう、それは本当ごめんなさい。
夫は何も言えなくなり下を向いてしまった。最初から親の借金のことを相談してくれていたら、私だって何か協力しようと考えたわよ。それなのにこんな方法で嘘までついてって最低よ。こんなにせこくてちっちゃい男だなんて思いもしなかった。怒声論を言われ、夫はどんどん萎縮していった。ここに離婚届あるから早くサインして。はい。こうして夫を含む義実家が私たちの勢いに飲まれる形で話し合いが終わり、離婚が成立した。言いたいことが言えてほんとすっきりした。元夫は狭い家に引っ越し、もともと低い給料なのに親二人を養わなければならず、ひいひい言いながら働いているらしい。本当いい気味だ。私は一人暮らしになったので、今までより自由に使えるお金が増え、友達と海外旅行を楽しんだりしている。しばらくは恋愛も結婚もお休みして一人の時間を楽しもうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の物語はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録お願いいたします。では次のお話でお会いしましょう。